日本近畿地方大阪府大阪市中央区、河原町河原町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は河原町1丁目から河原町4丁目。船場の内北から8番目の町で、北は淡路町、南は秉御町、東は東横堀川を挟んで、大手通、本町橋、西は西横堀川跡の阪神高速1号。 環状線期待機を挟んで、西区うつぼ本町と、それぞれ接する。1872年まで、現在の2から4丁目の内南場橋筋、中橋筋館は百貫町、中橋筋どぶい筋館は、南なべ町、どぶ筋けすじ橋筋館は、サブロー門町、新災橋筋引くみ堂筋間館は、津村東の町、御堂筋から五霊筋のやや西側間は、 津村中の町、五霊筋のやや西側伊勢は津村西の町、西横堀川沿いは浜町という町名だった。1962年に埋め立てられた西横堀川には新天馬橋が架橋されていた。江戸時代に建築関係省が多かったことが由来である。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB、河原町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。